ウォーム、ウォームっていうのは二の検定試験にやたらと出るっていうイメージがあります。まあ僕別に学科何回も受けたわけじゃないんですけど、でも歯車の世の中にある種類っていうのがあります。ハスバ歯車っていうのがあるんですね。ハスバギア歯車、うん、でハスバ歯車っていうのはハスになってるんですよね。ギアがねじれてるんですよ。これこっちから見てこの波形が向こうにまっすぐ行ってるような、うんね、こういう歯車があって、こうギアがこうなってますよって、こうまっすぐなってるようなギアが、まあ、ごく一般的なギアじゃないですか、うん、でこれが斜めになってるみたいな、こういうねギアがこの厚み、歯車の厚みの中でまっすぐ歯があるんじゃなくて、これがふにゃーってこうなって、もう要はネジみたいになってるね。螺旋状にこうネジのような感じになって、ハスバに、それはハスバ歯車と言います、はい、こういうものに世の中にあります。メリットっていうのは、はめ合うともうずれないです。あずれようがない、もう組みついちゃってるから、ずれようがないですね。ただこういう歯車ってひらとひらだから、歯車でこう、回っててもずれちゃったらもうダメですよね。こっちのずれですか。ずれちゃう、これね、こうやって回ってたのやつがお互いに回ってたんだけど、ずれちゃったらああってなっちゃうね。でもハスバになってるともうずれようがないっていうところがいいですよね。でもう一個がね、笠車っていうのがあります。笠車っていうのは、笠車っていうのはね、こんな形した歯車です。ここにギアがこうついてる、傘って普通のこう傘みたいなね、円錐状になってるんですよね。円錐状になってて、その円錐状になってるところに円錐面に沿ってギアになってるんですよね。円錐面に沿ってギアになってますので、でそれがはめ合うとどういうことが起こるかというと、こういう風になるんですよね。こっちでくるくる回ってたやつがこっちでくるくる回すやつ、だからこう回転軸がこういう風に回ってた軸がこっち側に駆動できるという、駆動方向っていうか回転、その向きを変えることができるんですね。こういうのを傘車、ね、でこの傘のこのところの歯車がハスになってるやつなんで、そういうのをハス傘車と言いますね。難しいですよね、はい、作るのも難しいですよね。いやもうなんか作る人すごいなって僕思いますけど、ハス傘車ね、はい、ハスになってて傘の非常に面白いですよね。駆動が、向きがこう変わるよというものですよね、はい、もう一個ありまして、ウォーム、でこれもね、僕ウォームっていうのは目にして手に持ったこともあるんですけど、技能検定試験にやたらと出るっていうイメージがあります。まあ僕別に学科何回も受けたわけじゃないんですけど、でも機械加工っていう職種で一回受かると、あと実技で研磨だとか円筒研磨、平面研磨っていう実技はそのずれを受けないといけませんけど、学科は一回受かっちゃうと免除になるんですよね。だから一回受けるだけでいいんですよ、学科って。だけどそれは機械加工だけの話なんですよ。で僕機械加工だけじゃなくて機械検査っていうのを持ってるんで、機械検査で技能検定試験を受けると、今度もう一回機械検査の学科試験があるんですよ。だから機械加工で習った内容と機械検査で出る内容は結構リンクしてるんですよね。でも全然全く一緒じゃないですよ。やっぱり機械検査は機械検査なりのもっと難しい学科試験があります。で、機械加工の方はどっちかというと実技が難しいので、とかって別に学科が簡単なわけじゃないんですけどね。で学科は今言ったような、まあ、これからずっとやっていく内容で、まあ、勉強してもらえば多分大丈夫なんですけど、機械検査はプラス学科試験プラス実技試験が機械加工に比べて難易度が低いじゃないですか。低いんですよ実際。なのでなんで低いけど、なんでその機械検査っていうのが合格率が低いかっていうと、低いんですけど、実は学科が実技レベルで難しくなる。筆記試験がいっぱいあるんですよ。筆記試験っていうか、ごめんなさい、筆記試験っていうか、マークシートじゃなくて証明せよみたいな、はい、で図解して絵描いて、
で計算式書いて、こういう計算式でここの数字が求められますみたいな、そういう試験があるんですよ、機械検査ってね、はい、だからすごいちょっと難しいですね。でさらに僕はもう一個違う職種の技能検定試験持ってて、それが機械製図なんですよ。で機械製図も機械加工や機械検査で合格してようが、学科をもう一回受けなくなるんですよ本当にめんどくさいなと思って、でだからもう僕3回あの他のね、機械加工はたくさんいろんな職種の種目持ってるんですけど、機械検査と機械製図もやったので3回学科試験受けてるんですよね、はい、でこのウォームっていうのが、ウォームっていう話の続きなんですけど、やたらと出てくるんですよ、実体験としてね。でウォームってね、もうはっきり言ってもうちょっと僕絵で描けないんですよ。あ、なんでまあこれ後でね、編集長にね、これちょっとこれ見せて、これを貼っといてもらうといいかなと思うんですけど、はい、これウォームっていうんです、こういうやつですわ。でこのウォームとウォールホイールっていうんですけど、ここについての、まあ、教科書で出てくる記述は大体覚えてもらった方がいいですね、はい、大体出てきます。でも実際にウォームとウォームホイールって僕もまあ実際見たことあるって言いましたけど、僕らがいろんな お客さんのところで出向いていろんなお仕事の相談に打ち合わせさせてもらってるんですけど、ウォームホイールの話ってあんま出てこないですよね。どういうところで使ってるのかなって思う。あのでもまあ駆動するものなんであってもいいと思うんですけど、なかなかねそういうまあ商談には巡り合ってないっていうのは事実です。ただまあね、職種が変わるとね、まあ、あのいやうちの職種ではウォームホイールのがもう日常茶飯事出てくるよと、もうその仕事しかしないよっていう業界もあるでしょうからね。だからやっぱりこう押さえておいてほしいなと思いますね。まあこういうね、あの国家資格、まあ、この試験というのは自分たちの仕事に全然関係ないものでも勉強しないと合格しないんですよ。でもそれ仕方ないですよね。でもこれ知っていた方が自分の知識の幅が広がるんで、いざ何かあった時に自分のね、その仕事のバリエーションが増えるっていうのはいいことですしね、あの今までになかった違う仕事が生まれる可能性もゼロではないので、やっぱり知っておいた方がいいですよね。だからこういう技能検定試験をきっかけに、ちょっと自分の仕事とは関係ないけど、あ、こういうこともあったんだっていうのは勉強になると思いますので、ぜひね、あの勉強してほしいなと思います、はい。まあそういったところで歯車に関しては以上になりますかね、はい、はい、というところで皆さん技能検定試験ね、まあ前期後期ありますけども、頑張ってね勉強してください。また何か質問あればコメントください。よろしくお願いします。次回またあの引き続きこの内容でね、歯車は終わりますけども、また次回お会いしたいと思います。どうもありがとうございました。ではさよなら。ということで今日も最後まで見てくださいまして本当にありがとうございました。少しだけお知らせをさせてください。黒田正和の YouTube 工業高校では国家検定制度技能検定試験合格を目的とした動画を多数用意し、大変好評をいただいております。私と一緒に学習をして合格を目指しましょう。また黒田正和と一緒に学ぶ社員研修も受けたまわっております。図面の書き方、測定器の扱い方など多数用意しておりますので、お気軽にご相談ください。もしこの動画を見て良かったなと思ってくれた方はグッドボタン、高評価、コメントお待ちしております。もしくはツイッターなどシェアしてくれたら嬉しいです。みんなの応援が本当に励みになっております。ではこれからも役立つ動画を上げていきますので、よろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。